どうも、井出隊長です。アシスタントの西田理沙です。今日のテーマは本。このコーナーでは1冊10分で読める本の要約サービス、フライヤーに掲載されている本の中からおすすめを紹介するコーナーになっております。はい、今日すごいですよ、今日の本。はい、行きましょうか、はい、今日の本はこちらです。ドーン。はい、今日の本は、はい、ライフスパン老いなき世界という本ですね。デイビッド・ A ・シンクレアさん、マシュー・ D ・ラプラントさんという方が著者で、東洋経済新報社さんから出てる本なんですけども、まあ人生の話ですけどね、はい、まあ人生、昔は人生50年とか言われてました。人生50年ってことは、僕はあと10年ちょいで死ぬということだったんですよね。それがまあ60年になり70年になり、まあうちのじいちゃんとかの世代、60代70代でじいちゃん死んじゃったけど、80代に、はい、今82歳みたいな話でしょ。そうですね、平均寿命。そして今後人生100年時代になりますと言われております。はい、どうですか、その人生がこう生きている間に、はい、まあ、死に向かって生きているとして、これがどん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 この人がどんどんこう先行くというこれはどうですか、どうでしょうか。20代としてみたら、まだまだ20代なんてなんか若いんだなって思いますよ。本当だよねもう本当にもう初めの方っていう ね、 初めの方ですね。だから、まあ、人生100年としたら、まあね、まあ、30もいってないわけだから、うん、そうですね、まだね2割台のとこですから、まだ相当あるよっていう話ですよね。でなんかこう定年が伸びてとか、あね、健康寿命が伸びて定年が伸びていって年金どっからもらえんだみたいな話とかも、うん、まあ、散々毎年毎年話がありますけどね。この本はもう衝撃ですよ。はい、この本はですね、まあ、あのその人生100年時代、まあ、100歳80歳とか亡くなるっていうのは、まあ、なんか怪我とか大きな病気とかない限りは、うん、基本的には老化が原因じゃないですか。うん、老化して亡くなるっていうことなんですけど、その老化ね、はい、この本は老化は病気だと言ってます。うん、老化は病気イコール病気ってことは治療できるっていう。だからこの先生によれば、この方はねハーバード大学の医学大学院で遺伝学の教授を務めている方ね、このデイビッド・ A ・シンクレアさん、はい、長寿研究の第一人者で、もう医療における世界トップ50人に選出されるぐらいの人が言ってるんですよ、これ。で老化は病気で治療できるとね。で我々が100歳になった時に、はい、現在の50歳並みの活動レベルを保てる時代が作れます。100年生きれますじゃないの。100歳の時点で今の50歳のおっさんレベルの100歳がいけるぞという話なんです。すごすぎませんか、この話。すごいですね。だから老化を克服する未来がやってくるっていう話ですね。だ要は老化の仕組みっていうのはもう解き明かされつつあると、はい、でそれを調べていくと、老化って病気じゃねえかと、いうこと。こうなんかこう今まではほらもう老化には逆らえない、そうですね、もアンチエイジングしなきゃ、お肌のとかさなんか塗ったりしてやってたけど、塗ってんじゃねえ、病気だと、治せるとって言ってますね。でしかもね、それね、もう500年後の話してんじゃないですよ、はい、この老化に対してはすでに、すぐにできる対処法をあります、うん、すごい、すごいですか、すごい、ね、で画期的な治療薬、はい、医学療法もう手届きつくつつありますと、お、ね、なのでこの老化の克服がもたらすのは、はい、今までの考え方で言うと老後が長くなるぞみたいな話し方なんですよ。例えば65歳で定年お仕事辞めたとしたら、そこから100歳まで来たら35年も老後があるじゃん、じいさん生活がどうすんのよみたいな話、そこにお金貯めとかないかねみたいな話だったけど、そうじゃなくて90年とか100年働き続けられる人間になるってことから、もうだから老後の金とかのあれじゃなくなってんすよ、これすごくないですか。すごい、100歳まで働き続けられる生活なんだよ、すごくないですか。それが分かってきてるってことなんですよ、うん、だからまあ今後、まあ、50年ぐらいで
それが変わるんじゃないかってこの人は言っていて、はい、もし健康寿命がね大幅に増加することになれば、それ必然的に社会の構造とか絶対ガラリと変えざるを得ない、うん、我々の生き方とか働き方、うん、あとその今は何歳に向けてとか生きてるけど、その何歳でも再び挑戦し続けることができる未来をどうやって生きるべきかみたいなことを考えた方がいいようなことになっちゃってますよっていう話なんですけど、これどうかどう思うっていう話なのよ。要は長く長い、まあこれは普通に話しててね、長生きしたいよなとか健康でいたいよなっていうのとは全く別の話で、もうそれがまあ10年20年の話じゃないですか、せいぜい。だけどそれがもう5倍とかになっていった場合どう思うかっていう話なんです。いけるかと。いや100歳になってまで働かないといけないのって、そうやっぱり働きたいと思えるのか、思いますよね、長生きしたいはどこまでなのか。確かに例えば健康寿命が180歳ぐらいになったとしたらね、200歳で死んで180歳までは働けるぜってなった時に、これはどう、この旅はどうなっていくのかと。そうですよね。ハッピーエンド5周年は旅の途中だとか言いましたけど、ね、でも100周年とかもう鼻くそですよ。5年とかもう200歳だったらどうすんのこのってなりますね。もう20何歳とかもう鼻くそじゃないですか、もうマジでどうにでもなるぜみたいな、俺まだ175年あるからねみたいな、どうなっていくんだろうなっていう。確かに人間の価値観どうなっていくんだろうと。その後あの20何歳で例えば就職して、うんうん、ね、一生でもうその一つの会社でね、うんうん、最後まで勤め続けますって言った時、もう150年働けますかっていう話ですよ。150年後の会社支えられるかっていう話だよな。全部変わると思う。これだからあの結婚とかもそうだよね。そう、確かにそうですね。ゆりさちゃんが来年結婚します、はいはい、私はもうこの人と一生捧げます、はい、泣きながら一生捧げますって、もう170年ぐらい先まで。いやだ、そんなに相当捧げないといけないじゃねえかって。そんなに嫌だ。ねえ、全部変わってくるなって思ったんだよな。でこれはどうなのか。だからその特効薬とかできたとして、はい、その政府とか世界的に、うん、そう長生き、みんな長生きにしていこうぜになるのか、うん、もう高齢化社会とかシャレになんないぞと、うん、もう年金は全部廃止だともうじいさんも全員働きますってなっちゃうわけだよね。それでいいのかなって。そうですね。介護とかってどうなるんですかね。老いがなくなる。老いないわけだからね。もうそう、そうですよね。介護よりも薬屋が儲かりますから。そうなるとそしたら介護士さんがまたいらないっていうか ね、どうですか。だから今こうモデルでね、はい、あのモデルとして活躍していきたいんだ、うんね、モデルにはね、これは年齢もあるしとか、ね、そうですね、これもあるよ、だからこういう時はこうして自分のこう、うん、パーソナルスキルを上げて、うん、その後もできるようにしていかなきゃいけないよってやってるけど、それを170年いくためにはこれもう第一人生第二人生ってやっていく人もいる可能性あるよ。そうですね、うん、区切りで、うん、とりあえず40までモデルやって、ここからもうあの好きなことやって DIY やります。ここから20年はそっから20年で料理やりますとかってなる。そんでぐらいのテンションで生きていかないときつい、うん、持たないですね。きついよね。だからその医療の発展ってのは素晴らしい、うん、ね、いや病気治して素晴らしいって今まで言われてきたけど、うんうん、この話はなんかちょっとそれと違うよなっていう、うん、なんかもう価値観を完全に変えないといけないなっていうところで、ね、僕もこの50年後にはこうなってますってこの人言ってて、すげえこの本売れてるわけです。はい、50年の俺まで生きてる可能性あるなと。はい、僕89歳で、はい、89歳でちょっとこう、あーちょっと老化が激しくなってきたなって薬あります、薬ありますって飲んだらもう50歳になっているわ。おしゃーっていくかどうか、これ怖いよね。これだからもうそのそうなることもあれしながら、うん、やっぱテンション保っていかないとダメだってことだよ。なるほどね。またほらあの体とテンションはまた別物だから。そうですね、ね、うん、まあ、リサさんもそういう気でモデルをやるように。はい、ね、まだ鼻くそである。まだ鼻くそなんで。ね、めっちゃ長いよこの後と道は。いや、ね、もう人間にいつなれるのかなって。そう、マジでスキルつけてこうぜ。そうですね、やっぱ
要ですね。必要すぎるというね、ライフスパン衝撃ですよ、うん、これまあ下半期のねビジネス書かなり注目作の一つなんで、はい、まだ読んでない方チェックしてみてほしいなと思いますし、はい、フライヤーの方にもようやく載せてますんで、はい、覗いてみてほしいなと思います。はい、ということでございました。はい、今日告知はありませんかね。はい、大丈夫。はい、リサちゃんのツイッターとか、はい、ね、チェックしてください。はい、私のラーメン、連載ヤフーニュース東洋経済オンラインアイラドット、ガジェット通信等々で書いてますんで、ぜひ、覗いてみてください。ツイッター等々フォローいただければ全記事載せております。はい、はい、ハッピーエンドは、予約制でやっておりますので、遊びに行きたい方ぜひホームページから予約してください。よろしくお願いします。はい、はい、この番組は2週に1編の生放送とサザンラーメン本のミニ番組配信してますんで、ぜひこちらの方からチャンネル登録お待ちしてます。はい、そして今日の動画良かった方、ライフスパンマジでやべえな、ぜひグッドボタン押していってください。よろしくお願いします。はい、ということで今日は本をご紹介しました。アシスタントはリサちゃんでした。ありがとうございました。そして私ゆる隊長でお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。